えー、中です、えー、本日はですね、えー、5月28日日曜日ですね、えー、日曜日の「えー、朝日新聞の」の、えー、第3面にこ,こんな広告が出てます、えー、堀江貴文の多動力ですねなんか読んでみたくなるような内容ですね、えー、キャッチフレーズで目を引かれましたのは もはや今までの経験や肩書きは通用しないこのかつてない時代への必須スキルがあらゆる業界の壁を軽やかに飛び越える多動力なのだ、えー、もはや今までの経験や肩書きは通用しないまあいい言葉ですね、えー、今日はですねこの多動力の タッテージはですねこのこれは、えー、そうですねゴシックでもない明朝体でもない、まあえー、ちょっとゴシックよりの書体ですけれども、えー、この活字を見ますとこ,うこの活字は比較的ですねこうタッテージがこう縦にきちっと入ってるんですけれども、えー 一般的にタッテジはこう書く方が多いんですねこう書いてこういうにタを書く人がたくさんいらっしゃるんですねでこのタッテ字はですね、えー、できることならばこの活字はほぼ理想的なんですけれどもちょっと書いてみますねこう書いてそしてこのようにこの ちょうどこの中の点角が縦に揃うぐらいですねそれと昨日それと昨日「驚、え、異、ー、の「強」っていう字の、えー、こういうこの説明をいたしましたね同じ字が3つ続く場合にですね、えー、大中小そしてまた同じ文字が2つ続く場合に後から角を大きく書くっていう説明しましたたまたま今回はですねこの「た」って字は「えー 同じ字が2つくわけですねそして、えー、昨日の説明のようにですね、えー、後から書く字を大きく書きますそうしますと「立ってう字こうこう書いてそして後から書くを大きくですからもう少しこう大きくこれが、えー、美しく見える原理原則なんですねこれは、えー、例えばそうですね こ,のこういう「マサって字なんかそうですねこうして後から書く方を大きく書きますねこれも同じことですね、えー、もう一度ちょっと書いてみますね「立っていこう書いてこういうに書きますねそして後から書く方を少し大きく書きますこれが他の美しい書き方になります、えー ついでにですね「立って字」を行書総書にしていきますと「立って字」をこう書いてこうしてこうしてこうに書くんですねもっと崩しますとこうにこもっと崩しますとこうになりますねまあこれが、えー、他の行書総書になります以上 これで中本白書のワンポイントレッスンを終わります。